やっほーごめんなさい遅刻して12期生の配信を回ってました。12期配信回ってきた。ここだけ行けてない。パトロールしてきました。悪い子はねいなかったね。はいお疲れお疲れおつー。こわちゃんのコメントしてたね。みんなさなんでわかるんと思ったら見れるんねこわちゃんの配信見てる場合じゃないでしょ。ごめんなさいごめんなさいこんばんは。あよ私は順に決めてました本当に垣根の現れなかったパトロールしてきた。悪い子いなかったですそうサータンとココハに会いに行った。ハナハナが いた横に。ハナハナがいました。なんかさ一人だけいる変なのが。あキラキラありがとうタップするとわかんだねやばい本当に喉直さないと垣根の花なんじゃなくて花花なんだよね。なんでかわかんないけど喉ねやばいよ。大丈夫でも全然痛くないし今朝メール来なかったからちょっと心配しなくてしかも昨日全然喋れなかったもんね。みんなどうなの昨日の配信あれでしょ。垣根が喋ってなかったから面白くなかったでしょ。どうなのでプラス今日の朝のメールが来ない。ほらほらちょっとみんな気づいてきたんじゃない。あれ実は垣根のこと好きなんじゃない。二つがくりしようかなって思ってんだけどいっかもう。なんかボサボサだからくぐった方がいいかなと思ったけどまあいいや。うん見つけて。やんだけどそうなの。美味しいよめっちゃ食べてみて。今日はヤーニャンとハナナあそうなの。そうなんだ全然知らなかった。これって恋だよこれって声だよ。うんうんうん。え好きではないの？さっき1位って1番って言ってたじゃん。いつもの嘘。そういつものパーカーなんだけどごめんなさい。おしゃれした方がいい？洗脳洗脳してないよ。みんなが気づけばいい話なんだよ。なんで気づかないのかな？そうごめんね今日の朝。それは本当にごめんなさい。メール送れなくて。え学校行ったよほらちゃんと来てるでしょ。さあ皆さん垣根の明日の予定を当ててください。ねえ洗脳ってウケるよねみんなのこと洗脳してんだけどお尻に当たってない。えそうなの。あともう一歩なんだ。種美味しいよ本当に。そう美味しいんだよね。まあちょっと寂しかった。かわいいじゃんかわいいねテスト明日テストなの。明日からテストです。明日も学校だよ。あなた予定なんて知らないねねひどい。明日は数学はないよ。なんだっけテスト忘れちゃった。え今日さ本当に今日のメールはちょっと寝坊してなんかもう起きたらえやばーいってなってもうメール送れる時間じゃなかったの英語あったっけねなかった気がする。確か国語演習と国演となんだっけなんか保育のやつだった気がする。そう定番じゃないよ。めっちゃ久々に寝坊したの。そうめっちゃやばいよね。やばいんだけどと思ってとりあえず学校に
電話して「あの今起きました」みたいなそうごめんなさい本当に朝のメールごめんね。あ送んないとって思ったらあの時間あれじゃん無理じゃんと思ってえテストマジ明日何があるかも分かんない。本当に国選かどうか分かんないし付き合い入れないとやばい。平均以上絶対取れない。赤点だけ回避すればいいかなとか思ってる。配信してる時以外寝てる。えそうだよ。で帰ってきて寝てた。ごめんねだから遅くなったメールも配信も。そうなんで来てよめっちゃハードだな。来ないからちょっと心配になったってね。ごめんねだし本当に学校でなんだっけ今日はなんかお昼休みに学校休んでた時にテストダンスのテストがあったんだけどそのダンスのテスト受けてないから3人組なんだけど書き入れの休んじゃったからあのその2人が昼休みに一緒にやってくれてでとりあえずあのテスト前ってさ自習になるじゃんあの授業5時間目と6時間目とホームルームは全部寝てた。本当に記憶ないんだけどって感じ。挨拶も記憶ないし本当に記憶ない。そうで起こされてなんか「えもう帰る時間だよ」みたいな言われて「えっ?」みたいな。もう机の上とかさもう筆箱とかもうなんかペンとかめっちゃ出しっぱで「やばいやばいやばい」みたいな。めっちゃ頭痛かった寝すぎてマジ寝てたら1日終わったんだけどやばいよね。2時間目なんだっけ今日の覚えてないな。このメール今から気にしなくていいよ。ごめんねごめんね。気使わせちゃったの。えめっちゃ自習だよ本当に本当にめっちゃ自習になる。学校に睡眠たりにいないね。いやね配信始まってそっち行ったと思われるかもしれないからお風呂行けない。いいよお風呂入ってきて。あいいねありがとういいねえショールームのイベントえどうやって参加するの。勝手に参加していいのかな昨日楽しかった。かきれのマジさ用意遅すぎてさもう本当にみんなに怒られんのいつも。だけどかきれのさもう待ってよみたいな逆ギレするから今日髪の毛さえ本当に今日ボサボサだよ。本当もうさっきのはでもこんなんなって家で寝てた。ねーと思って赤き色そういうこと。そうなんだうん気のせいだね。机で寝てる時寝ピクめっちゃすんだけど。えなんかかきれの寝方があの種類あいっぱいあってあのまずかきれのさ教室の前まであの11月は間違った10月は一番右の一番前だったの。じゃ前から2番目だったの一番右の列のねやばいよね。ちょっとさ喉がさ毎日さあのひどくなっていってる。ちょっとずつなんだけどほんと豪快に寝てた。もうほんとに帰ってきてもうとりあえず制服脱いでそうでもう猫と犬に挟まれながらで一番右の列だってその時は壁じゃん右が壁だからもう本当にこうやって寝てたの。こうやってもう本当にこのままこうで手が痛くなったらこうやって寝てんのそうだけど急に11月になって一番左になったからこれでさ寝たらさもう寝顔こっちの人さ全員にさ見られるじゃんそうやばいそう制服想像すんじゃないよ制服着てんじゃん。でもお披露目の時のこんばんは羨ましくないよ絶対に。それで
なんか一番左の列になってから反対にしてんの、こうやってこうやって寝てんだけどさ、こっちで寝たいじゃん、なんかこうやって寝たいの。そうで寝てる時とかに、え、なんか最近あるネピクがなんだっけどうやって寝てんだっけ今日15分寝やめたら、いやいいよ今日は、昨日はさ今日学校だったから早く帰んないといけないように、いけなかったからあれなんだけど急に寝顔見てもね、それはそうだけど7人ぐらい増えてる、本当に。あの日思い出した、あ、久々だね、ありがとう、来てくれたの嬉しい、ありがとうねそうなんだよね、そうだから、え、もう最近は本当に寝すぎて、あのもう寝顔さらけ出してる。でそしたらさ、なんかお昼休みとかになんかあのクラスの子がなんかどんな感じなのみたいな聞きに行くんだよね、なんか昨日休んでたけどみたいな、何だったのみたいな、そうだからなんかあ、まあいろいろあるんだよねみたいな。その子もあのアイドルが好きで、そう何くれてるし覚えてるよ、ありがとうね。いや、フロア2000人超えたらなんかすんの、え、なんかした方がいいのわかんないけどえ、そう、やばいんだよね、なんかさ、あのそう、席の横の子が結構ね、かきれいのこと取ってくんのiPad あるんだけど、なんか気づいたら iPad 向けられてんのそう、だからさ、いつもびっくりすんの。しかもさ、学校とか本当にさ、すっぴんだからさ、マジでブスいし本当に嫌なんだよねあ、しるこさんのイチゴ見たよ、見たの、ちょっと買おうと思ったんだけどさ、小分けがなかったからやめた。寝顔ねいるの、寝顔いらないでしょそう、もうね、みんなかきれなの授業参観に来てほしい、もう本当に、もう今が嘘かのように寝てるから、本当に寝てる。それで、あの、寝ピクすんのめっちゃ、どうやって寝たか忘れたんだけど、なんか手上げて寝てる時とかあんの。そしたらこの手ガーンみたいな。で、なんかさ、一番左の一番前だから、もう本当に全員にさ、見られるわけ。可愛くないよ。はい、天気ありがとう。なんか幼稚園、そうなんだよ、だからいつも撮られたらなんか、ねえあげないでよブスだからって言って、そう笑ってんだけどね。やめてったらファンになるの、本当にそれ悩みどこだな、それ悩みどこだね。え、期間限定なんだいちごって。え、じゃあ買おっかな、買おっかな。その子紹介したかけないみたい、やばいよ。あ、そうそうそう、今日思い出した、今日あの唯一起きてる時間があって、あの4時間目に英会話があるんだけど、そのどこだっけ、ニュージーランドかなんかから来てんの男の先生がね。そう、それでハローみたいな感じで授業始まるんだけど、今日はなんかテスト前だし息抜きみたいな感じで、なんかみんなでクリスマスソングを歌ったんだよなんかさ、あのギター弾けんのその先生が、そうで、なんかあの唯一起きてた時があったんだよ。それで、え、待って、ほんと2時間目なんだったっけ、覚えてないんだけど、折り紙今日なかったしちょっと覚えてないな、なんだっけ、ちょっと覚えてないけど、ほんとになんだっけ、ちょっと思い出したい、今日の2時間目みんな当てて。あ、思い出した、黒煙だわ黒煙でした、それ寝てたわ、自習だったからあ、違うわ、4時間目黒煙だ、3時間目が、あ、そうそう、3時間目があれだ、
そう、その英会話だって、そういつも授業でさ折り紙があるんだけど、週に2回かな、2回折り紙の時間があるんだよね今。なんか図工の時間みたいな図工ってか美術じゃないんだけど。やっほー、ヘネちゃん、マギナちゃん、思ったの自分だけじゃなくて、ヘネちゃん、わかんないそう、予想させてすぐ答え言っちゃった。それでなんかその英会話の時間にあれにしたんだよ、そう週に2回あんの英会話の時に、なんかさ先生がサンタさんの帽子を3つぐらい持ってきてたの。そうで、なんかかきれなさもう目合わせないじゃん。なんかもうその先生さ、いつもハロウィンになったらなんか仮装とか持ってきて、なんか生徒ランダムにやらせんの。そう、それでさもう絶対目合わせないんだけど、一番前なのめっちゃむずい。折り紙ね、こう見えてとか言ってるけど本当に苦手なの折り紙そうで、なんかさ、まあ、ハロウィンの時はなんかかぼちゃでーすとか、お化け魔女でーすみたいななるんだけど、でその横の子、まあ、仲いい子が、まあ、かきれなの横ってことは一番前じゃんその子も席が。でその子にサンタさんの帽子を先生がかぶせたの。そう、そしたらなんかその子がなんか、もうこれはさみたいな、レナちゃんじゃんみたいな言われてさ、その子がさレナにね帽子かぶせてきたんだよ。それでめっちゃ写真と動画を撮られたのその子にねえやめてーと思って、本当にそう、隣から来たの、本当に本当にやばいじゃんあ違う、コスプレさせるのはコスプレとかも帽子だけなんだけど、その先生は通訳の先生、通訳そう、かきれなオタなんだよその子。その子めっちゃかきれなのこと好きなんだよ分かんないけど、いつもどんな時でも味方してくれんの。だからさ、ちょっとなんかあれじゃん取らないでとか言えないじゃん言えないじゃん普通に。待った、紙ゴムどっか行ったんだけど、もう一個あれどこ行ったしてる、いいやかきれなさんで来てくださいすぎる。え違う、でも帽子だけなんだよねマイクで元気あるのさんだって狙ってるよ。え多分そんなことはきっとねしないんだけど、まあわかんないけどね。いや学校では人気なんやな、こっちはね人気じゃないんだけどあそう思い出した、それで思い出した、今月の写真が発売されてます。カンガルーですよ皆さん、カンガルーめっちゃ可愛いの来たよ、めっちゃ可愛いの来たの、めっちゃ可愛いの来たの、見たくならない見たくならない見たいでしょ興味ないですか、写真だからね。サンタさんじゃなかったです、今サンタさんの話したけど社会人来てる人がねひどいね、買う買う買う絶対買わないじゃんその言い方、買わないねそれは。うまいのか下手なのかねあれ選べないんだっけこれって。そっか、じゃあ買ってもかきれな入ってない可能性もあるってことか。写真だからねやめよう、そうなんだよみんなね写真ってなるとな、案外ななんかちょっと買わないんじゃないかなと思って。あランダムなんだ、えそうなんだねえが発送されたメール来たんだけど、おじゃあもうちょっとで届くんじゃない、前ね前回の写真か。じゃあ世界の9時楽しみです、おいいね9時もそうだ、ありがとうみんな、ちょっと伝えみんなに伝えないことがいっぱいあるじゃんと思って忘れてたそうだ12期9時、じゃあ買いません。え買うつもりだったの、あ選べんの、えどうなの、
漏れてましたか。え、全然漏れてない漏れてないんだけどって感じなんだけど、まあはい。え、届いたのもう何か買ってもいいな。なんかでも恥ずかしいね、自分で言っときながらもう届いたんだ、前回のやつか。それはね、待って、前にさ前髪抜いたのにちょっとオークションに出品されたやつ、硬いんだけど、剥げるわ本当。てかさ、かきれなさ、ずっと思ってたんだけど、前髪さおかしくない？濡れるよ、極めていこう。そうだね、角度詐欺とか勉強しないと。詐欺とか言っちゃダメだけどラーメン個別があった気がする。そうなの？やばい、おもろすぎる。ほらずっとさフィヨフィヨしてるけど、ケープしてないからかな。あのさ、かきれのさ前髪さ、あのさ、みんなさ可愛い子ってさ、おでこが広い、なんかさ、おでこ広い人ってさ美男美女って言うじゃん。かきれのマジおでこ狭いんだよ多分。なんかさ、ここのさ生え際がみんなここら辺からスタートしてるんだよ前髪。だけどさ、ここら辺からスタートしたらさ前髪重くなっちゃうの。なんかじゃあ、そうなんだよさあ、マジさ斜めになんの、なんで。今日まだマシじゃない。なんかさマジでさ、なんで斜めになるんだろうずっとさ思ってんの。かきれなも思ってんだよそうなの。そう、前髪さマジさ斜めになるの。しかもなんかさ、ここら辺だけこう曲がってるとかじゃなくて、もう全体的になんか足目だっけ、足目みたいになるの。本当に嫌なんだよこれ。でももう今日はいいやと思って、学校終わりだしと思って、そう思ってる。今もなってるよね、ちょっとこうなんだよね、こっちが上がりです。何か大丈夫大丈夫、本当に思ってるよその言い方家傾いてんのかな、こうなってんのかな、風吹いてんのかなじゃあ大丈夫こんばんは。そう、足目めっちゃ懐かしくない？懐かしいよねなんで斜めになってんだろう。斜めに向きで斜めになるんじゃない。そうなのかな。まずつむじってどこなのって感じなんだけどこんばんは。いやいな、変なんだよ。そうなの。でさ、あれ、ちょっと待って、本当にさ届いてないんだけど届いてないんだけど、なんで届かないの普通に。なんか次の日にみんなのなんか何通かは届いたんだよね。なんで届かないんだろう。 NG ワード入ってんじゃないわかんないけど女の子のつむじわかんないよね、場所どこにあんのって感じなんだけど。あ、かわいい、バレンタインちゃん、ありがとう、かわいいね。マネージャーストップかかってんのかもしんない、あんちゃん。あんちゃん、みんなレナをいじめるようなことを書くからけどね、大丈夫だと思うんだよね。長すぎる、長い人もあのインの中にはメールだから、いじめに来たメールにも、嘘でしょ。今何曜日？なんで？今日ってもう木曜日だよね。なんで？普通になんで？つむじないんだよね。つむじ。ハートだ。あ、天使ありがとう。なんじゃん、今日遅めの配信だから配信以外気づけたのごめんね。なんかさ、あの配信予約入れてもさ、ねえ、ほんとにあれなんだけど、なんで届かないんだし、普通に。
引用してる。それなんかみんな言うよね、引用してたら送らなんか届かないみたいな。でもよくわかんない。ハートありがとう、いつも。やばい、明日からテストだ。まあいいや、赤点だけね取らないように頑張ろう。え、届くメールもあるよ。届かなかったやばいじゃん、範囲ないじゃん。でもなんだろうな、なんかあれ今日の返信メールはあれなんで4通ぐらいしか届かないんだろうとかとかはあるんだよね。そう、なんか今日の返信メール少なくないみたいな。で第2弾で来るのかなと思ってももう来ないみたいな、もう更新されないみたいな。わかんない、なんでなんだろう。メールソフトで受信してる人はよくあるらしい。え、そうなの。そう、明日からなんだよね。もう甘すぎて届かんのかね。あ、嬉しいね。でもねえ、普通になんで、もうなんでなんだよ。忙しいのもあるね多分。ね、明日テストだから普通に起きる、さすがに。ファンが少ない。あ、こんばんは。容量は、え、わかんないね。返信しても無駄なのか。お！いつも届いてるよ。でもでもさ、みんながどれぐらい届いてんのか、いつも同じ時間返信届くのね。いや、そんなことない。ごめんね、言い方悪かったね。第2弾とか言っちゃったけど、そう、なんて言うんだろう、1回のコメント返信に、え、まあ時間ずれて送ってくる人もいるから、そう、何回かに分けられるんだけど、そうそうそう、1日の最後に一斉にとかじゃなく、朝のメールは昼ぐらいで、夜のメールはあれでみたいな。ちょっと分かんないバカけれども、本当にだけ。ありがとう、頑張ります。明日もハードスケジュールだわ。届いてる届いてる届いてる届いてんだよね。だから届いてる人もいるし、初見です。お、ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛い、本当に嬉しい。それ感じかね。じゃあ今日も返信しよう。もうこれでさ、届かなかったらちょっと逆に申し訳ないからな、こっちが。嫌だよね。え、なんでなんだろう。ねえ、ツイッター上げてよ。見るから。見るから。あ、試験の方、来ました。あの、痛い。あの、2000人なんか、ちょっとみんなが目指してるみたいなんで。確かに変に届いてる。あと読んでもね。あ、読んでるよ。届いてる、届いてる。一回変なこと、一時金ブラックリストが入り、入りとかありそう。え、多分それはないと思うんだよね。多分ね。多分それはないんだけど。いや、わかんないけどね。ふんふんふん。取れない。勉強したら取れる。だけど、勉強しないから取れない。あー、なんか、おはようとか。え、なんかさ、メール届いてるか、わかんない人は、今日のさ、夜のメールにさ、お休みだけ送っといてよ。そしたら明日さ、誰が届いたよって言うから。え、作ってくれんの？作ってくれんの？見つけないとじゃん。じゃあ。仮に、たぶんね、返信したらどうなるかやってみたら。だよね。なんか、今日さ、今さ、お休みだけ送ってよ、お休みだけ。お休みって送ってみて。4文字、4文字。それで、明日の朝か、というか、明日の配信までに、届いたら言う。え、でも多分届くと思うんだよ。今送ったら。今というか、今日送ったら、明日の夜までには絶対届くから。そう。それでも、ダメだったら、多分バグかなんかじゃん。絶対に。返信しないとダメですか？
一回だけだよね。しかも二文字だったよね確か。え、名前それだったっけ。なんかめっちゃ違うような名前の記憶があるんだけど、届いてないのかなワンちゃん。え、でもオハーだけだよね。かきりのファンレター来ないふふふ了解。どうせ何気にサメメント参加してあふれてほしいから。え、だよね。え、そう、また確認してみる。え、何回か返信してるぞ。本当に届いてないわ。じゃあ、え、届いてない、届いてないよ。じゃあ届いてないんだけど、あれ違う人だったのかな。え、なんか人によるのかな。てか返信の仕方がなんかあんの、ルールがなんかあんのかな。あれだとかの声ネームしてからです。おお、そうなの、めっちゃ楽しみじゃん。みんな書いてね。書くんでしょ、そんなこと言ってるってことは。書いてくれんだよねえ、わかんない。え、いつぐらいさ、最近いつぐらいに返信した。え、でもさ、名前見るんだよね。そのいつも応援してくれてる人とかは今日も書いてくれたんだとか。みんなさ、あのショールームと同じ名前でさ、あの確認したい人はさやってね。引用がついて届かんのよ。え、お名前も登録してるんだけど。本当に嘘でしょ、いつ返信したか。お前そんな前やの。え、やばいね、削除される。いや、削除されないね。え、わかんない、どんぐらいの内容によるんだろう。よくるようにしますえ応援してんでしょいつも。後回しに、かきれの返信はもう後回しでいいやみたいな、システム的な問題で届かないよね。ああ、届いてる、届いてる、届いてるよね。ちょっとなんかわかんないね、どうなんだろう。それかかきれなが見てないのかな。え、見てんだよね、ちゃんと、ちゃんと見てんだよね、本当に見てんの。まとめて、届いてる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 よ。それ届いてんのに、え、はい、治ったかな、大丈夫。何も知らないこと。え、かきれなのことについて何も知らないってこと。じゃあ質問大会しよう、何でも答えるよ。あと15分。逆にある、みんなないよね、かきれなに質問したいことなんか。わかるようにしてほしいね。わかるようにしてほしいよね、みんなからも。コラボ配信、え、誰とでもするよ質問はないからなんか全然本当にこんな喋っといて限りな自分のこと全く言ってないのかな。そんないないよね多分。たくさんあんの。じゃあどうぞどうぞ、質問したい方ないよね。でも28日の夜で OK、 ちょっと確認すんね。オッケーオッケーオッケー、28年、オッケーオッケーオッケー、見とくわ。行きたい国フランスかな。2年生の時にフランス語あの取ってたんだよ。だからそっか、かきれの先生の情報はわかるけど、かきれの情報はわかんないか。人のモノマネしてるもんね。なんだろう、好きなラーメン、好きなラーメン、豚骨みんな、なんでラーメンなのあ、今日公園入ってたんだよね。一番好きな48の歌、え、グループじゃなくて歌、歌名ってこと。
わかんないなんだろうね。全部好き。曲で一番って決めれないんだよね。趣味、趣味なんだろう。寝る。ごめんね、こんなに面白くさないあれって。ね、わかる。ラーメン屋さんってさ、ここのラーメン屋さん美味しいとか聞いてさ、あの行くけどさ、自分的にあんまりだったりとかあるよね。好きな食べ物、嫌いな食べ物、どういう性格大事なとこが。好きな食べ物は、好きな食べ物でも全部好きだよ。野菜も好きだし、お肉も食べるし魚も食べるんだけど、嫌いな食べ物はなんだろう、納豆。納豆はまあ最近食べれるけど、嫌いな食べ物かは、なんだろうな、ゴーヤとか焼き椎茸とか他の椎茸だったらもう別に食べれるっちゃ食べれるんだけど。よく口ずさむ曲、ダンスで振り入れしたりとかかな。あ、メロン好き、メロン好き。いや、焼き椎茸渋いよね、ごめんね焼き椎茸じゃない料理する。あ、大人になってね、食べれるものあるね、増えるよね。かぼちゃ食べれるよ。え、キシイタケ好き。そうなんだよね。たまに夜ご飯とかにも出るんだけど、かけらの食べれないんだよね。ちょっと匂いでちょっとチーンってなる。そう、焼いたらダメね。生でも食べないけどえ、趣味ね、料理もするけど、料理もするし、なんだろうな、本も読んだりするし、案外こう見えて本当にもう携帯マジそっちのけで黙々と読んだりする。行ってみたい都道府県、え、なんだろう、行ったことないとこ、あー、長崎とかかな。修学旅行で行く予定だったんだけど、コロナでなくなっちゃって。そう、なんか焼き椎茸というかさ、なんかあのバター焼きみたいな、普通にバターで焼きましたとか。一番好きな季節、なんだろうな、冬かな。やっぱり服が可愛いけど、寒いから本当に本当に死にたくなるぐらい寒いから、耐えれるのは夏本読めんだよ案外。どういう系、いろんな本読むよ、いろんな本読む。どういう系、いろんなのだね。なんだろうな、感動系も読むし、ストーリー系とかも読む、ストーリー系っていうかそんなのも読むし、うん。あ、地元なんだ。そうなんだ。めっちゃ行きたかったなんだけど、なくなっちゃったんだよね。稲田公園参加します。お、楽しんでね。好きなおでん、大根とかじゃない大根、大根好き。一番好きなお菓子、お菓子はね本当にめっちゃ好き、全部好き。夏生まれだね、どちらかというと。いや、冬嫌いなんだけど、服がね、服が可愛いじゃん、服が可愛いから。あ、ハンバーグね、浜松餃子なんかあるんだ。読む列まだ読み終わってない。え、本当に読んで、一気に読んだらめっちゃ面白いんだよ。オーディションの時読んでくれてたよね。なんか知らないいや、ほんとに最近見てないわ。ストーリー、あのストーリー系なんて言うんだろう、なんかあの例えば家族の話とか、家族というか絆でーすみたいなあ、恋愛小説とかも読む、恋愛小説も読むし、怖い系も読むし、なんだろうな、ヒステリック系も読むし。え、ポップコーン食べない？ちょっとさ、めっちゃ聞いてほしいんだけど、こないださ、こないだとか夏休みなんだけど、あの、親友と、その、一個下のね、あの、映画見に行ったんだよ。なんか、なんだっけ、なんか、え、じゃ、マリオとか言っちゃダメか。あの、あれだわ。あ、な、お鍋いいね。ねえ、ふぅ、だけ、そう
だそうなんだよ、夏休みだから、そうネイルして髪を染めてたし、そうなんだよ、そうだ思い出した、そうだ夏休みだからだ、なんか変わってたとこあったっけとか思ったら、そうだ、マリオぐらいいいの、ちょっとなんか多分ダメなんだよね、あんまり言っちゃう、そう、そのポヨーンって跳ねる人の映画を見に行ったんだよ、おじさんのでなんかそのポップコーン買って2人で食べようと思って、あのまあその映画始まるさ少し前にさ入ったんだよね、そうんでなんか多分ね時間の空き時間で、あのお祭りかなんかやってて確か、それであの浴衣祭りかなんかかなやってて、で行ったんだけど、なんか暑かったし映画見よっかみたいなのってそう、そんでなんかこれ面白そうだからとかずっと思ってて、まあ、これぐらいしか見るやつないしねとか言って見たんだよ、で映画始まる前に2人で本当にさ座るだけじゃん映画って、座って待つだけなのに、かけながらポップコーン大量に落としてそうで親友にめっちゃ怒られた、マジさかけるのほんまいつもそうなんやからみたいな、何したんみたいな、そう言われました。あと10分だ、ほんとだ、浴衣祭り浴衣着てないんだよね、うん、配信の時浴衣着たよね、思い出したわ、思い出した、あの日はあの大阪の花火大会があって、そんな大量じゃないんだけどちょっと盛ったそう、なんかなんだったっけ、なんか振り向きざまかなんかになんか肘かなんか当たってでめっちゃ怒られた、親友に何してんのみたいな、オーディション来てたわ、懐かしい、思い出した、浴衣着てた見てきました、なんかやだねあん時も髪も染めてたよね、踊った、あ踊ったわ、懐かしい、やばい普通に懐かしいわ、何月あれ8月とかだよね、今何月、あそんなにだった、もうちょっとで12月4、4ヶ月ぐらい、次染めるんだったらショートカットにして金髪にしたい全部見たの嘘でしょ、ファンじゃんそう親友怒んの、めっちゃ爆笑してたけどね、いつも何したんみたいな岸和田のだんじりはあれだよね、大阪だよね私は確かに美容院行ったんだよね、エクステつけた、つけてないかあそうだそうだ、みんなに聞きたかったの、かきれなもコンスチームコン来んの、みんな金髪似合わなさそうだよね、一気に金髪ある意味楽しみ、本当に本当に、うん、そうドラえもんさ書いたらさあれだった、エクステつけてないのか、ギャルじゃない、あのショートカットというかあのボブにして切りっぱなし的な、見たよかきれなもん、平日は無理、いけない、みんないけないんだね案外、なんかあげてあげてさ、本当にあげようか、でもちょっと短くない、もちろん長い方がいいんじゃない、間に合えば行く、 S だよね、来るならですか、来てほしいな、来てほしいな、これまでしたことあるの、ショートあるよ、高1の時に、高1の時ショートだったで伸ばして高3で今これって感じだから、ここら辺はショートの時なっけいやわかんないけど、多分もう縮れてないけどね最近毛めっちゃ咲いたんでてさ、そうで褒められました、およかったね、おかっぱどんぐらい、ここら辺ですか、ここら辺まで切るよ、足りる、足りないんじゃない、ちょっと短いよまだもうちょっと伸ばす、
え、その写真送ってや。え、ショートのボブの時の。恥ずかしいんだけど。高1から、え、切ってる。高1で一回切って、伸びて、で、高1の間にもう一回ショートに戻して、綺麗にボブにもう一回切って、そっからずっと伸ばしてる。長いかな一番。ボブ見たい。嫌だよ。いつか切るよ。いつか急にきっと登場する。未来のお楽しみ。全然いいんだけど、高1だからマジで写真がないんだよね。制服ぐらいの写真しか。高1って本当にさ、マジかけらな、何にもしてなかったから。あ、そう、サータンみたいな感じだった。サータンよりもうちょい短かったかも、本当に。そう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 、え、本当に制服しかないんだよね。え、マジで本当に毎日のように遊んで帰ってたの、高1ぐらいの月は。え、なんで花なの。うん、配信で話題になったらしい。え、どういうことどういうことどういうこと、なんでなんでなんで。メールをくれば、ええぞ。制服なんだもん。え、ちょっと探してみる。ありがとう、いっけだるま。ひなちゃんの MBTI は、え、なんかさ、2回ぐらいお兄ちゃんとやったんだけど、なんかもう興味なさすぎて、忘れちゃった。ごめんね。またやっとくわ。いや、カラオケも行ったね。カラオケ行ってた。懐かしい。今はちょっとそんな言わないんですが。あ、そう、ショートだったらマジで小顔に見えんの。ほんと、ほんと、これほんとなんだよね。ほんとなんだよ、これ。え、なんか、かけれなのさ、学校の制服ちょっと、結構派手だから、隠してもね、なんか、まあ、確かに塗っちゃえばいいのか、潰しちゃえばいいんだけど、モザイクとかじゃなくて。そう、え、やばい、あと4分じゃん。12期でじゃないかな、多分。カラオケ、え、何でも歌うよ。なんで話やろうかなとか言ってたらしい。あ、そういうことか。え、そうなんだ。ほんとに？で、はなはなにまた聞いてみよう。あ、そのショートの時にピンクにした。ピンクピンク。ねえ、見えるよね。これはほんとなの。これはほんとに顔ちっちゃく見えるんだよ。ほんとなんだよね。なん時もあるの。え、なんかショートできればやりたいな。ずっと学生の頃からやりたかったから、もう一回やりたかったんだよね、高3で。成人式に間に合うように2年あれば伸びるなって思ってたんだよね。ハイピークだと、本当に運命じゃん。豪快ですね。言語配信してくれたら嬉しい。ありがとね。今ね、9日目だよね、多分。勝手に髪短くしたらそんな感じになるっぽいね。え、髪短くしてみて、じゃあみんな。はい、スクショで。髪、こうやってやっとけばいいの。そこまで伸ばすの、え、2年ぐらいだと思う。髪金ぽい。あ、そうなんだ。2分だ、あと。運命ではない、運命だよ、それ。はそれ運命だよ。そういうことを運命って言うんだよ。どう、かきれなちょっと知れた、かきれなのこといっぱい考えちゃったのね、今日メールもなかったから。進学しますね、進学すんね。フードに、え、どういうことだろう。あ、これを、こういうこと、これとはね、またちょっと違うんだよ。ショートはこれじゃないんだよね。まだまだ、いや、もっとし、本当にまだまだだった。やばいじゃん、もう5時間。やばい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 、やばい、みんなやばいよ。やばい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 、焼き椎茸嫌いだよ。じゃあね、みんな、また明日、また明日ね、おやすみ。やばいやばいやばい。じゃあねー。じゃあねー。
ごめんなさい、こんなまたまたね。おやすみ、ありがとうみんな、ちょっとだったけど、じゃあね、おやすみ。